どうもこんばんは。オグタンネルのオグです。オグのミュージックバー通い。今日は加藤タンネルさんの収録の後にちょっと寄りたくなってバーに寄ってみました。オグタンネル、お酒、いいお酒入ってますか、マスター？うちのフレッシュレモンサワー。あ、今日はフレッシュレモンサワー、じゃあいただきます。うん、いや、効いてますね。このコーナーはマスターからいろいろリクエストを出していこうと思うんですけど、はい。ではまあ、オグタンネルではいろいろベースのことを聞きたいんですよ。なるほど、はい。まず今日、マスター、懐かしいといえば、はい、やっぱりね、仲間とさ、仲間と、うん、線路の上歩いたり。そういうことですか。はい、わかりました。嘘、そういうことですか。ちょっと、スタンドバイミー聞いてみたいなと思って。聞いてみたい。お前が歌うんだ。めちゃめちゃベースフレーズは簡単なわけですか？簡単じゃないです。簡単じゃないんだ。簡単に見えるじゃないですか、はい、やろうとすると結構できないです。できないんだ。うん、うん、これが難しい。最初やるときはこれなくていいんじゃないかな。奥さん、はい、あの簡易バージョンちょっとやってみてくださいよ。わかりました。1,2,3,4。これが弾ければ。なるほど、めっちゃ簡単。めっちゃ簡単ですよ。誰でもできる。誰でもできます。定年を考えてるおじさんなんだけど。そうですね。これね、まあできない人もたまにいるんですけど、大体できます。まずですね、2弦の7フレット A ですね。で、これを2小節弾きます。で、そしたら3弦の9フレット、これも2小節で、次5フレット、3弦5フレットで、3弦7フレットで、2弦7フレットもう1回2小節これが1周。え、ずっとこれ？ずっとこれですよ、もうこの曲はずっとこれです。素晴らしいね。はい、これさえできればあなたもセッションデビューできる。間違いない。やってみよう。じゃあ最初、そんなラテン？ラテンな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。 A ね。2弦7フレット、3弦9フレット、2小節で、3弦5フレット、3弦7フレット、2弦の7フレット。え、なんない？お前歌うんかい。もう一回、もう一回やるの、それ、そのくだり。俺が歌いたかったのにな。で、あとはこのね、付け足すだけです。これを付け足せればあなたは完璧スタンドバイミーマスターになれてますよ。ワン、ツー、スリー、フォアイナハイと全然ノリが違いますね。ああ、そうですね、うん、ちょっと難しいですよね、やっぱね。リズム隊としてのドラマーとしてはアイナハイった時の、はい、ドゥドゥドンっていう、あ、キック入れるまでの間が短くなるんで、なるほど、流れが聞けるんで、すごいいいです。あのマスターなんか楽器やられるんですかね。いやいや、全然お酒しかするんです。シェーカー振るぐらいです。はい、そのちょっとだけ難しいんですけど、入れるとスタンドバイビーらしさも出るし、ドラムとの兼ね合いも良くなると
いいわけですね。いや、じゃあ教えましょう。2弦の7フレットをさっきの要領で2回弾きます。でそしたら3弦の7フレット、2弦の6フレット、2弦の7フレットっていう。わかるかな？ 2弦の2弦の7フレット2回弾いた後に3弦の7フレット、2弦の6フレット、2弦の7フレット。おー、なるほど。で、ここが一小節目。この一小節目ですね。二小節目がですね、これがまた、これをまた2回弾きます。で、そしたら2弦の7フレット、6フレット、3弦の9フレットって言います。まあ、ここはまあ3小節目に入ってるんですけど、で3小節目はまた2回弾いた後に3弦の7フレットを弾いてこっちに戻ります。9フレットに戻ります。で次が4小節目、5小節目、4小節目、またここ2回弾いてダッダッ弾いたら次が3弦の9フレット、7フレット、5フレットっていきます。あ、そこは動きますね。めっちゃ動くじゃん。動きます？そんなことないですよそんなもんじゃないんだ。じゃあこちらが5小節目で、ね、5小節目がまたこれ2回弾いて5、9、7、これ全部3弦ね。でまた2回弾いたら今度は1小節目に出てきたこういうフレーズが出てきます。7、6、7。ここは結構出てくるので、で 7小節目も同じかな。こういうのが2回続きます。はい、なるほどね。それでね、その繰り返しがあることによって分からなくなる人が多いので、これは気をつけてください。飛び込めないように。そうなんですよ。あれ、これ何小節目のこれだってなる時があるんで。コードチェンジは結構多いですもんね、曲で言えば。そうなんですよ。A がね、4小節続けてきちゃうので、頭とケツで、そこがね、ちょっと分かりづらくなるところなんですけれども、そこをなんとか自分で8小節だぞ8小節って数えながらやると多分大丈夫。あとはね、ドラムさんのね、フィルが来てくれるはずなんでそれを目印にそれ言わないで言わないで、そうなんじゃあちょっとこの難しいバージョンをね、もう一回やってみましょう。いきますよ。1、2、3、4、7、7、7、6、7、7、7、6、9、9、7、5、5、5、9、7、7、7、6、7、7、6、7。すごい。一般の人が知ってるベースパターンって、これ多分これ第1位だと思いますね。1位、1位じゃないですかね。すごくないですか。ノールスタンドバイミー弾けるよ。スタンドバイミーって何？いや、これだよ。あ、知ってるそれってなりますかね、絶対。これでスタンドバイミーを弾けるんじゃないかな。スタンドバイミーを弾ければお酒も美味しく飲めるし。いやー、今夜もオグタンのおかげで酒が進むぜ。ぜ、ぜ、ぜ。チャンネル登録よろしくね。あ、グッドボタンもよろしくね。